AK さん。AK さん。これめちゃくちゃいいじゃないですか、これ。このカスタムサムネイル。なんすか、これ。なんすか、これイケメン。ちょっと俺できるぜ、みたいな <laughs>。これ、なんかめちゃ綺麗に切り取れてるじゃないですか。いいっすね。いいじゃないですか <laughs>。これレベルアップしましたね。レベルアップしたじゃないですか、だいぶ。うん。これでスキル、ワンスキル、レベルアップ。 あの効果音入れたいですけどね。あのレベルアップの <laughs>。レベルアップしたじゃないですか。あと大事なのはお金のアップですね <laughs>。お金収入のアップですよね、うん。まあでもこれできないことができるようになったのは素晴らしいと思います。これなかなかいいんじゃないですか。まああとはまあなんだろうな。そのフォトスケープ X のそのレイヤーですよね。レイヤー、レイヤーをどう重ねるかっていうのをしっかり あの、やれば、いろんなことができますんで。だって、重ねればか、重ねるだけなんで、どんどんどん。<laughs> で、どっちを上に持っていくかとかね。なんか、それが分かってれば、なんか、いろいろ今までできないことがたくさんできると思うので。うん。だから、まあ、編集ソフトなんていうのは、結局、そう、慣れればあー、使えるようになるわけですよ。だから、うん、慣れないと苦痛だし、慣れると余裕だし、 でも使ってるものは一緒なんですよ。うん。だからそのタイピングとかもそうですけど、まあ僕も最初ローマ字もわかんなかったわけですよね。<laughs> ローマ字わかんない男がブラインドタッチやる、挑戦するってもう苦痛でしかなかったっすからね。<laughs> もうそもそも、ど、ロって、ロって L なのか R なのかみたいなね。 ん,ん,んどっちみたいな。とか、まあ、そういう感じだったんで、苦痛ですよ。でも、人間の成長っていうのは、苦痛からしか生まれないです。はっきり言って。うん。僕はそう思います。人間の成長とはどこから生まれるのが苦痛からです。うん。だから、苦痛に挑戦するっていうことが、人生をこう、うん、極めていく上で大,大事なことかなと思いますね。うん。みんな苦痛から逃れたいんで、 苦痛から逃れたくてなんかネットビジネスやるみたいなね <laughs>。で、また苦痛がそこにあるんでみんな挫折するわけですよ。そうじゃないですか。やったことがないことを挑戦すると苦痛じゃないですか。で、苦痛から逃れたくて、嫌な仕事から逃れたくてネットビジネスきますよね。で、また苦痛みたいな。だから耐えられないですよ。うん。で、ここで大事なのが、人は苦痛からしか成長できないっていうところを概念を知っている、理解していたら、 自分はどこの、どの時間の苦痛にじ、どの苦痛に時間を注ぐのかっていうところが明確になります。もう一度ますね。人間は苦痛からしか成長できないっていう概念があったとして、じゃあ俺はどの時間に苦,苦痛を、苦痛というのをどこの時間に当てはめるのか。嫌な仕事をね、サラリーマンとして嫌な仕事その苦痛に対して、その、 時間をかかけるのかそれともネットビジネスは苦痛だけどここに対して時間をかけるのか、まあ、そこによって人生は大きく変わるでしょうねうんそうだからなんだろうな、うん、まあ僕はもう筋肉の成長プロセスとう人間の成長プロセスは一緒だと思ってるんでうんまあ筋肉も,はもう苦痛というか破壊しないと筋力つかないですからね うん。まあ、人は誰でも変われるっていう。そこをしっかり、そこのロジック、そこ、そこはね、僕ね、その仕組みは人間の仕組みなんじゃないかなと思ってますけどね。だその YouTuber でプロタンっていう人い言ってるんですけど、最初ね、普通のガリガリっていうか普通の子だったんですよ。今すごいですよ。もうやりすぎだろみたいな。そんなに人って変わるんだみたいな。めちゃくちゃプロタン今マッチョですからね。マジでみたいな。 ちょっともうちょっと違う領域に行っちゃってるんだもん <laughs>。やりすぎだろうって。でも一番最初ね、7年前とかのプロタン知ってるんですけど、普通のひょろっとしてる子でしたからね。全然。全然ひょろっとしてて、なんか当時はその、あの、女子メイクとかしてましたしね。うんなん人間は変われるんだなっていうプロタンの体の変化を見て、あ人間は誰でも変われるんだっていうのはね、<laughs> 生きる人体実験していく。 くれてますね、プロターンは <laughs>、うん、だから心の筋肉もそうだし思考の筋肉もそうだし全部苦痛からしか成長はないのかなと思いますねうんでも多くの人はそこから逃げるので成長せず終わっていくって話ですねうん、はい、まあ最初だけなんでこんなのはうん最初乗り越えると余裕になるしね うん、だから僕もネットビジネス始めた時は苦痛だったんですけど今はまあぶっちゃけ言うとや,りやるべきことがもう明確的に分かってるのであと淡々とそれをやるだけですから、うん、単純に集客して教育して売るっていうまあそれはまあ一言で言ってしまうとそれなんですけどそれをまた分解するといろんなことがあるじゃないですか、うん、でもその細かく分解していろんなことも分かってるのでもうやるべきことがもう明確に分かってるわけですよねあとやるだけなんですよ 簡単ですよね。しかもやるべきこともやれるんで。ここの領域に行くと、ただ歩くだけなんです。歩くってどうですかできますよね。でも生まれた時は歩くこともできなかったわけですよ。でも歩くことって簡単ですよね、もはや。うん。だからその、お金を稼ぐっていうのは歩くレベルになるみたいな。<laughs> うん。だから今回そのね、中村さんのやつ売りましたけど、中村さんも、なんね、あの、一日ね、 何百万上げるとかね。余裕なわけですよ。あの次元に行っちゃうと。すげえなと思いますけどね。だから鷲津さんもそうですよ。鷲津さんもブックメーカーでね、一日何万とか今あげてますけど、もう余裕でね、今日も報告もらって今日いくらだちょっと日付回っちゃってますけど、今日は鷲津さん3万2000稼いでますね。はい。3万2000、ぺぺ <laughs> 余裕になっちゃってますね。 なんか鷲津さんもなんか LINE バンされたらしいですね。はい、ということで <laughs> まあでもこれもめちゃめちゃいいと思うんでしっかりといろいろとやでやればやるほど今度ねできるようになるといろんなことができるんでもっと楽しくなります。うんであと商品とかも実際にセミナーもね セミナーもお客さんが来てくれたりとかお客さんの笑顔だったりとかお客さんの反応がもらえるようになるとまた楽しくなるしうんだから早くどんどんできるようになればできるループになるのでもっとやってみたいとかもっと楽しくなるので早くそっちにいってほしいなと思いますうんはいということでえー、また報告お待ちしております